で新型コロナウイルス感染症についてはですね、全国的に、新規感染者の数が増加をし、その人数だけを見ればですね、4月の緊急事態宣言の時を超えている、状況でありますが、現状はですね、その時の状況とは大きく異なっておりますので、その点もご説明させていただきたいと思います。まず重症者数はですね、4月末の328人から足元では104名に、そしてまたお亡くなりになられた方々、死亡者数もですね、5月には460名の方がお亡くなりになっていたのでありますが、先月にはですね、37名と、それぞれ大幅に抑えられているということであります。この背景には比較的症状の軽い若者の感染者数が多いことに加えまして、これまでの知見の蓄積を踏まえてですね、治療の選択肢の幅が拡大していることもあります。治療薬もレムデシビルやデカドロンといったですね、すでに薬事承認を受けた薬に加えまして、アビガン、オルベスコ、フサンといった研究、治験の段階にあるものについても、それぞれの特性に応じて、医療現場ではさまざまな治療法が用いられています。感染者として特定される方の数が増加している背景にはですね、検査体制が大幅に拡充されてきたことも大きいと考えています。PCR 検査能力は、最近では1日5万件まで大幅に向上しています。また、無症状の濃厚接触者等に対しては検査を拡充することにより、4月には約7000件であった実施件数も最近では約2万件の水準になっています。感染者数が増加することで最も注意しなければならないのは医療提供体制の状況であります。この点、調理自体のご努力もあってですね、その整備も進んできているところでございます。病床数については現在は2万床を超える水準を確保しておりまして、最も重要な重症者用はですね、全国で約100名の患者さんに対して2500床を超える病床が確保されています。医療や療養の期間もですね、緊急事態宣言前と比べますと大幅に短縮できています。例えば東京都の状況で見ますと、入院期間は平均3週間程度であったものが今1週間程度まで短縮しています。このような状況を踏まえると、直ちに緊急事態宣言を出すような状況ではありませんが、政府としては引き続き高い緊張感のもと状況を注視をしていくとともにですね、長自治体とも緊密に連携をしながら、自治体ごとに状況が異なります。しっかりと支援すべきは支援しながら、連携しながら、医療提供体制が逼迫しないようにきめ細かく対策を講じていく方針であります。まずは検査体制をさらに強化をし、陽性者の早期発見、早期治療を進めています。特に重症化するリスクが高い高齢者の方々や基礎疾患のある方々への感染拡大を防止する、感染防止に万全を期していくためですね、病院や高齢者施設での検査を徹底します。また病床や宿泊施設の確保を進めるとともにですね、専門家とも相談しながら、これまでの医学的支援も踏まえて、入院や療養の必要な方々についてより明確な形でお示しできるように検討を進めていきます。
さらに、今この瞬間も現場の医療機関では医療従事者の皆さんが懸命に治療に当たっていただいております。改めてこれから感謝申し上げたいと思います。そして政府としても医療機関の現状を十分に踏まえつつ最大限の支援を行っていきます。国として治療薬やワクチンの開発と確保にも努めですね、感染拡大をできるだけ抑えながら社会経済活動との両立をしっかりと図っていきたいと考えています。GoTo トラベルについてもですね、ガイドラインの徹底など観光事業者と旅行者の双方に感染拡大防止策を実施をしていただきながら、ウィズコロナの時代の安全で安心な新しい旅のスタイルをですね、普及定着させていきたいと考えています。まもなくお盆シーズンを迎えます。国民の皆様におかれましては、帰省に際し3密を避ける、あるいは大声で話さないといったですね、基本的な感染防止策を徹底するようにお願いをしたいと思います。特に大人数の会食など感染リスクが高い状況を控えるなど、高齢者等への感染につながらないように十分に注意をしていただくようにお願いを申し上げたいと思います。大変難しい舵取りではありますが、再び緊急事態宣言を出す事態とならないように、国民の健康と命、暮らしと雇用を守り抜いていくために、今後も必要な対応を速やかに講じてまいります。